本日の先生は中村悠平選手。野球ノートの取り方を教えてくれたよ。僕はもちろん野球をやっていく中で、まあ、高校生の頃から書き出したんですけど、その練習中だったり試合中だったりっていうのはいろんな気づいた点っていうのはたくさんあると思いますし、で試合なんかで言ったら反省点もたくさんあると思うんで、ほぼほぼ反省点しかないことも多いんですけど、僕は何回も何回も同じチームと対戦するので、準備段階で見返して、あ、この前はこういう感じだったな、でもちょっと状況もちょっと変わってきたりしてるし、相手の調子だったりっていうのもいろいろ変わってきてると思うんで、そこをこう照らし合わせたりとか、今日のピッチャーだったらこのバッターとどういう風な関係性があるかなとか、なんかこうちょっとした引き出しになってくれればいいかなと思いますと思って、まあ書いてます。今日一日の中でなんかすごく良かったこと一つでもあったらそれ書いたらいいと思うし、2つ3つぐらいあったらそれを書いて、少しでもちょっと前向きにというか、全部が全部反省ばかりではないですし、悪いところではないと思うんで、例えばですけどトイレ掃除が時間があったりしたとか、そんなのも家族のためだし、ポジティブになれることも書いていった方がいいと思います。むしろ野球で良かったことあるし、ホームラン打てたなんてもうめちゃくちゃ嬉しいことだと思いますし、タイムリー打てたこともそうだし、そういったのはちゃんと書いて、もちろん反省することは反省します。でも良かったことはそのまま良かったこととして、次の日以降にこうつなげていけることも大切だと思うので、